どうもジャミーです。先日ですね、ぷよぷよの公式ツイッターにて、ぷよぷよプロゲーマー選手11名が発表されました。で、その選手が、トムさん、リベさん、名節さん、モコウさん、テマさん、クマチョムさん、カメストリーさん、クロロさん、ヘイヨマハさん、オカさん、と、俺、アメミヤ太陽の11名だったんでね。で、その、まあ、お話なんだけども、まあ、自分がその、推薦された、まあ、プロに推薦された理由としては、この、今までのやっぱり実績が評価されましたね。今まで、まあ、自分の実績、まあ、いろいろあるんだけど、2015年と2016年の、レッドブル 5G っていう、パズルジャンルがあったんだけど、それを2連覇して、かつ、フジテレビ1の、e スポっていう番組、まあ、賞金30万円の大会なんだけど、それも、第1回、第2回と、2連覇したりしたのと、あとなんといってもあれかな、海外大会、エボのぷよぷよテトリスのラスベガスで行われた海外大会で、シングルスと、まあ、ダブルスの大会があったんだけど、それもシングルス、ダブルス、両方とも優勝したっていう、まあね、この実績では、まあ、非常に自信があるので、その実績が、評価されて、自分がぷよぷよの、プロゲーマーの推薦を受けることになりました。本当にありがとうございます。まあ、というわけでね、まあ、みんなのイメージとしては、俺はどうしてもやっぱりテトリスのイメージが強いっていうのもあるかもしれないけども、まあ、テトリスだけに限らず、まあ、動画でも上げてる通り、まあ、スワップルール。25秒間でぷよぷよとテトリスが切り替わるスワップルールにおいて、まあ、自分世界一だったりもするんで、ぷよぷよとテトリス自体は両方ともできる。まあ一応ガチ両刀ではあるんだよね。ただやっぱりその、ぷよのプロってなるとまたちょっと変わってくると思うんで、まあこれからの活動としては、まあ生配信でまあぷよぷよをやったりだとか、まあ動画でぷよぷよ動画を上げたりだとか、まあそういうね、ぷよぷよね、を広め方をしていこうかなと思っております。で、やっぱり今まで通りね、その、テトリスとかもやるんだけど、まあ、それに加えて、まあ、ぷよぷよをやっていこうかなと思ってますね。で、やっぱりなんといっても、4月15日のその大会でね、プロ選手11名でやる大会が、賞金付きの大会があるんだけど、まあ、それも、ね、全然優勝を狙ってるんで、自分。残り時間が、残り期間が1週間もなくて、まあ、ね、時間がなくて、今から、まあ、調整するの厳しいかもしれないけども、全然、できる限りのことをやって、ぷよぷよ調整して、優勝を狙ってるんで、まあ、そちらの方もね、ぜひぜひ、応援の方よろしくお願いします、というわけでね。まあ、今まで通り、活動的にはテトリスが、まあ、スワップルールとかもやったりするけども、ぷよぷよの動画とか、まあ、ぷよ配信とかもして、しっかりまあ、ぷよぷよの実力をどん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 めっちりつけて、行こうかなという方針の説明でした。はい。まあ、ちょっとね、ぐだぐだだけども、まあ、そういう動画でした。はい。はい。まあ、じゃあ、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。